黄、赤、青、白がセットになったカラー粘土を使ってパステルカラーの粘土を作ってください。白は余分に買っておくといいです。パステルカラーの粘土を細長く伸ばします。これをクッキングシートに挟んで軽く押して伸ばします。厚さは5ミリぐらいです。これをクッキー型で抜きますが、丸い方を使ってください。細長くしたのは2個抜くためです。もう1個抜きましょう。上になる部分を指で軽く押さえて角を取ります。今度は白い粘土です。これも同じように5ミリぐらいの厚さに伸ばしたら、クッキー型で型抜きします。これがクリームになります。クリームが少しはみ出すように軽く押さえて大きめにしてください。白い粘土の上にパステルカラーの粘土を重ねて少し周りがはみ出すようにしてください。このまま軽く押さえたらひっくり返します。そしてクリップの輪っかが外に出るようにして真ん中をギュッと押さえながらつけます。これが紐通しになります。しっかり押さえて抜けないようにしてください。クリップが外に見える部分は少しだけ白い粘土を出しましょう。上からもう一つのパステルカラーの粘土を重ねて軽く押さえて形を整えれば、紐通しのついたカラー粘土マカロンの出来上がりです。クリップを通す向きを変えることでペンダントトップのようにも使えます。いろいろな色で作ってみてください。